女性のことだと思うけど。吉野さんおいでですか。セッター落としてますよ。はい、吉野さん、はい。これ前です。カメラマンはどこにいるのかしら。でアングル的にどうなの。これからですね、ちょっと皆さんにあの演技をしていただきます。ポスター、カレンダー用の写真を撮りたいと思います。一度みこしにですね、もう一度肩を入れていただいて、担いでる状態を作っていただきます。カメラマンさん、3機入るのかしら。小さいのあって、小さいの持ってないの。じゃあ、流頭さん側に少しずつ、みこしをちょっと移動してもらってよろしいでしょうか。宇都宮さん、もっと前出てください。前へ。菅原さんのみこしを。岡部さん、岡部さん、言うと前、前のセンター、前のこっち。で、これで、岡部くん、これで肩をみんな入れた方がいいの。誰かいない。あ、高橋さん、ちょっと一瞬これ後ろからこいつを支えてもらっていいですか。ユートを寄せた方がいい。あ、花輪さん、ちょっと待って。あ、いや、俺待って。で、みこしをですね、担いでる運命の写真。待って、みこし構えた。菅原さん、そこです。カレンダー、いや、今菅原さんの写真と、それからみこしを下ろした後の皆さんのですね、他の皆さんの集合写真を。これで菅原さん、もっと前です、もっと前です。この間の後ろに持ってきて、ぜひご協力をお願いいたします。いやいや、菅原さん、あのまんまもうちょい前でいい。もうちょっと前、そのまんま。岡部さん、寄れる。岡部さん、担いでる風景にした方がいいんだよね。決してね、本当に揉まないでくださいね。今まで担いでる風景だけで結構ですから。あ、でした。はい、OK。 その分人間がこっち入ってくる。わー、ここ OK。 はい、で、このみこしをもうちょっとこっちに動かす。いやいや、もうこれで小原さんが入る。いや、岡部ちょっとそれ、これ真ん中のもうちょっとこっちに動かして、指示してやって。はい、この方ができる。あと、この辺にあります。ああ、いけないです。
平日何やん仕事あ、働いてます私今日よく分かんないけど仕事ことしたえ、これとこれとのこれは仕事ですかこれお金神社のホテルで本館で食べてあとはちょっとビルを読みたいと思います今は神社の仕事もちょっとでいいよね給料がいいんだけど、ねえー、あくまでも撮影用なので、それだけここに来てよろしくお願いいたします大宮、ありますあります、ね、去年ちょっと行こうと思って行かなかった今年行く曇りなんですよ、平日だけそう、行ってみろ、行きたい行きたいいつも行きたけど、ちょっと何とかでも行けなくなった、うん、思いや思いや、思いが待ってはい、膝いっぱいあるけど、いつもあと行けるかしらと思うので、引き続いてどうやら行けないか。すごい働きだからね。岡田さん、あまり筋肉たりしないで、ね、矢で肩入れて持ち上げて、そこから一緒に写真撮ろう。いや、流動から肩入れて持ち上げて今でももうそのままでいいから見えないからこっちで周りの下でちょっと気持ち伝えてくださいまず流動から肩入れておこうで、間に